F-35A ライトニング2は、米軍が開発した第5世代ステルス戦闘機だね。軍事産業で名高いアメリカが開発した兵器だけあって、性能に関しては申し分ないよね。それでもその性能はまだ発展途上だから、ワクワクさせてくれるよな。うんうん。今回はそんな F-35A ライトニング2を導入した韓国について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。米軍が運輸しているステルス戦闘機には、世界最強と名高い F-22 ラプターがあるんだけど、米軍は当初、F-15 イーグルを前期 F-22 ラプターへ置き換える計画だったんだ。だけど F-22 ラプターは最新技術を結集して開発されたこともあり、1機当たり170億円以上の高コスト機となってしまい、調達計画も750機、648機、451機と、削減の一途をたどったよ。最終的には2011年末に米空軍へ引き渡された195号機を持って、生産が終了するに至ってしまったんだよな。性能を詰め込むだけじゃコストが上がっちゃうから、難しいところだよね。このように米軍が次期主力として期待していた F-22 は高コストにより機数を揃えることができず、米軍はこの F-22 開発の反省から、低コスト多用途なステルス戦闘機の、開発計画 JSF 統合打撃戦闘機計画が開始され、後にこの計画で開発された機体が F-35 ライトニング2シリーズってわけ。F-35 ライトニング2は一つの基礎となる機体設計から、通常離着陸型 A 型、短距離離着陸垂直着陸型 B 型、艦載機型 C 型の3タイプが開発され、今までは全く別の機体であったところを統合することにより、部品やシステムを共通化することで、開発費及び運用コストの削減を目指していたんだ。しかし、全く別の機種を統合することの難易度の高さから開発は難航したぜ。それにより開発遅延と開発費の高騰を招き、当初の計画ほどには低コストな機体とはなっていないんだよな。また、この F-35 はすでに米軍や日本、韓国、英国、イタリアなどの国々で導入され、運用がされているんだけど開発プログラム自体はまだ完了してなくて、順次追加アップデートを図りながら作戦遂行能力の拡大及び向上を図っていく計画となっているよ。そして、このアップデート作業にも1機当たり多額の費用が必要数十億円規模であり、これもこの機体の高コスト化を招く一因となっているんだ。日本では、A 型を105機、B 型を42機調達する計画となっており、数の面では米国に次ぐ第2位の F-35 運用国となる予定だよ。韓国も F-35A を40機、当初は60機調達する計画であり、現在24機を調達済みとなっているよ。導入された機体はブロック 3F 完全作戦能力型と呼ばれるバージョンであり、このブロック 3F のバージョンでようやく F-35 に求められる戦闘能力の全てが実装されたんだ。なお、この最新のアビオニクスを搭載した世界最高水準の戦闘能力を持つ F-35 ライトニング2だけど、伝統的に米国は米軍使用機体と輸出機体では性能に格差を設けるようにしているらしいよ。韓国軍が調達している機体も米軍仕様と比較すれば意図的に性能を落とされている可能性があり、これの詳細は米国しか知り得ない機密事項だろうけど、果たしてどの程度のダウングレードになっているかは、米国の導入国に対する信頼度によって決まるのかもしれないね。ちなみに、韓国軍が導入した F-35A ライトニング2は、韓国側が過去に米軍から導入した兵器を、米国に無断で技術盗用した前科があることから、常時米軍の監視下に置かれているとの情報もあり、韓国に対する米国の信頼度の低さを物語っているな。ブラックボックスを開けるなんて、韓国は何を考えてたんだろうね。韓国空軍は現在 F-35B を20機程度調達するか否かの検討を開始しているよ。この F-35B とは、短距離離着陸垂直着陸型の F-35 であり、主に軽空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板が比較的短い艦や、カタパルト発艦装置が搭載されていない正規空母での運用を想定して設計された機体だね。そして、F-35 シリーズで唯一、垂直着陸性能的には垂直離陸も可能な機体であり、垂直に飛行可能な得意な特徴を持っているために映画でも、垂直に飛行しているシーンが登場しているんだ。ただ、垂直飛行はあくまでも離着陸のための能力であり、映画のように垂直に飛行しながら戦闘行為を行うことは想定されていないよ。この F-35B だけど、韓国が F-35B の調達を検討しているのは、韓国が軽空母強襲揚陸艦を含むの保有計画を表明しているからだね。この背景として、日本の海上自衛隊が保有する出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の、出雲及び加賀の2艦に対して F-35B を搭載することが決定しており、その対抗策としての意図が大きいと思われているよ。なお、すでに日本は1番艦出雲について、
固定翼機運用のための第一次改修工事を終了しており、2021年10月5日に米海兵隊の F-35B の出雲への着発艦実験を成功させているぜ。そして、F-35B は現在、米国以外では英国と日本のみしか採用国がなく、米国や英国は調達機数を引き下げる動きを見せているため、開発元のロッキード・マーチン社からすれば、韓国の導入の動きは歓迎すべきことであるようだな。だけど、この韓国が立ち上げた軽空母建造計画に先立ち、搭載する艦載機のデータがなければ軽空母の建造ができないため、韓国は F-35B の開発元であるロッキード・マーチン社に F-35B の情報開示を求めたんだけど、調達契約後でなければ明かせないと拒否されているよ。契約しなければ機密情報を開示しないのは当然のことではあるが、国家としての信用度は低いというところも大きいのかもしれないな。韓国がやってきたことを考えると当然だよね。なお、これまでは韓国が現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として3万トン級の大型輸送艦の建造を表明しており、これは中国から空母保有に対する反発を避けるために、空母という名称を避けたものだったんだけど、日本が軽空母相当の護衛艦を保有するに至ったために、明確に軽空母保有の方向性を表明した模様だね。さて、韓国の領海の広さは日本の 10% 程度しかなく、朝鮮半島全域の領海を含めても日本の 12% の広さしかないんだ。それと比較して日本の領海面積は世界第6位の規模を誇り、国土よりも領海の方が国土の12倍広く、日本は世界に名だたる海洋国家となっているよ。そのため、日本の場合、遠く陸地から離れた海洋での防衛任務も想定され、陸上の航空基地からの支援が得られにくい場所でも航空作戦を実施するために、海上の航空基地たる空母を保有することには一定の合理性があるんだ。特に対中国の脅威から、南シナ海及び強大なシーレーン防衛には、限られた陸上の航空基地からだけでは即応性に課題があるからね。その反面、韓国の場合、東、西、南のどの領海内においても、陸上の航空基地から十分な支援が得られるんだ。そもそも、日本とは違い、韓国が想定している敵は陸続きの北朝鮮であり、北朝鮮相手に高価な空母を保有する合理性はないよ。つまり空母ではなく、陸上戦力や空軍戦力に重きを置くべき防衛環境と言えるんだね。また、軽空母での運用が想定させる F-35B は通常離着陸型の F-35A と比較して、燃料搭載量が少ないために航続距離が短く、垂直着陸に要する装備の追加による機体重量の増加の影響で、搭載可能な兵装も少なく、整備性や信頼性も悪化しているよ。端的に言えば、F-35B は短距離離着陸垂直着陸の能力以外は、F-35A に全て劣っていると言えるな。そのような作戦機として劣った機体を F-35A に変えて導入するほどの、国防上の利点が韓国にはないため、今回の韓国の F-35B 及び軽空母導入計画は、日本が保有するから韓国も欲しいという虚栄心からのものであると考えられるよ。今回の韓国の軽空母保有検討の問題で日本が懸念することは、韓国が米国の意に反した行動をしつつあるということだね。トルコがロシア製のミサイルを導入した際に米国が反発して関係が悪化したように、韓国がそれと同じような状況となれば、韓国の東アジアにおける共産主義国家からの、西側諸国の防波堤の一翼としての機能が薄れ韓国が担っていた負担が日本に移り、それが日本に重くのしかかることになるんだ。ほんといい迷惑だよ。また、F-35 ライトニング2は、日々のメンテナンス以外は特定の国家に設置された、組み立て製造及びメンテナンスを行う拠点 FACO で重整備や、機器のアップデートなどを行う必要があるんだけど、東アジアにおける拠点は日本にあるんだ。これについて、韓国は政治的感情的に日本での動機の整備を拒否しており、韓国における F-35 ライトニング2の稼働率低下が懸念されるよ。日本の場合、F-35 ライトニング2の稼働率を向上させるために FACO を日本に誘致し、日本国内で機体の組み立て作業も行うために F-35 の調達価格も韓国よりも3割ほど高くなっているぜ。これは日本が、ただ F-35 ライトニング2という機体を導入することだけしか考えていなかった韓国とは違い、実際に運用する上で防衛上必要な稼働率の確保に重きを置いていることが伺われるよな。また、FACO は F-35 ライトニング2の機密事項を多く取り扱うため、国家としての信用度も大きく問われ情報漏洩が行われないと米国から信用される必要があるぜ。ただ、これについては、日本と同様に FACO を開設しているイタリアが、昨今のコロナウイルス感染拡大の影響によって経済状況が悪化し、中国の経済援助への依存がますます強くなっており、
これにより、イタリアから中国へ機密情報の漏洩が懸念されているんだ。中国の脅威は全世界的に広がっているから。日本もイタリアのように中国への依存度を強めれば米国からの信用度も低下する可能性があるし、日本は難しい舵取りを迫られているんだよね。ちなみに韓国は日本の人口の半分であるにもかかわらず、日本とほぼ同額の防衛予算を計上しているよ。韓国ではインドネシアと共同で開発を行う予定であった。国産 4.5 世代戦闘機 KFX の開発費の負担増加も問題になっているよ。国民一人当たりの防衛予算の負担が日本の2倍ということもあり、国民から防衛費の使途について、もっと有効な使い方を求める声が韓国内からすでに噴出しており、今後の韓国の動向が注目されるね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。潜水艦といえばスナイパーの一面がある戦闘兵器だけど、その価値がより高まったのは核弾頭搭載型ミサイルを発射できる戦略型潜水艦の登場が契機となったよ。戦略型潜水艦は、原子力を動力にすることで半永久的に航行が可能となり、その結果海があるところであればどこへでも隠密に行動し、敵国の喉元へ核兵器を突きつけることができるからな。まさに究極の抑止力としての効果を発揮するようになったよね。ちなみに、潜水艦にはかなりの隠密性が求められていることは周知の事実だと思うが、その他にも洋上での充電を行わずに済む能力ステルス性など、様々な能力が求められる兵器でもあり、世界各国はその開発にしのぎを削っているのも事実だぜ。特に、世界唯一の軍事大国となったアメリカが、自国では成し遂げられなかった高性能の開発を成し遂げた国として挙げたのは日本なんだよね。日本は、アメリカが我が国も撃ってほしいと懇願したとも言われるほど、高性能の潜水艦を開発することに成功しているんだよな。そうみたいだね。今回は、アメリカすら羨む日本の最新鋭潜水艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。遡ること2020年3月5日、兵庫県神戸市の三菱重工業神戸工場にて海上自衛隊の新潜水艦王雄の引き渡し式が開かれたよ。海上自衛隊の主力潜水艦総有型の11番艦である王雄は、潜水艦の動力としては世界初のリチウムイオン蓄電池搭載の通常動力型潜水艦として就役したんだ。リチウムイオン電池、と言われてもピンとこないかもしれないけど、単純に言えばスマホの充電池とほぼ同じようなものですと聞けば、みんなもわかりやすいんじゃないかな。総有型は世界最大のディーゼル潜水艦で、低振動で静粛性に優れ、世界有数の高性能艦としてアメリカをはじめとする各国から注目を集めているよ。そして、今回の王雄からは、長時間潜航可能な、非対機依存推進 AIP 機関を海上自衛隊の潜水艦として初めて搭載することになったんだ。外機を必要としない AIP はいくつかの方式があるんだけど、総有型10番艦の昇竜までは水中の航続時間を伸ばすためにスターリングエンジンを搭載していたんだよね。スターリングエンジンを導入することで、海上自衛隊の潜水艦は長時間の潜航能力に秀でる性能を持つことになったってわけ。でも、これだけ優秀なスターリングエンジンをあえて捨て、最新鋭潜水艦にリチウムイオン電池がなぜ搭載されたのかな？もちろん、捨てたのではなくより性能のいいものを求めた結果ではあるんだけど、ここで現在の海上自衛隊の潜水艦の状況について、詳しく見てみようか。2022年現在、海上自衛隊の最新鋭潜水艦大芸が対外で、リチウムイオン蓄電池を搭載して収益済みなのは総有型潜水艦の11番艦王雄呉基地所属第1潜水隊軍第3潜水隊と、12番艦東雄横須賀基地所属第2潜水隊軍第6潜水隊の2隻となっているよ。総有型潜水艦の所言で分かっているのは全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、水中排水量4200トンの大型通常動力潜水艦ということであり、10番艦昇竜までは非対機依存推進 AIP 対応のスターリングエンジンを搭載していたことは明らかになっているんだ。実は総有型潜水艦の建造にあたって、当初の計画では潜航中動力としてリチウムイオンなどの燃料電池の搭載が検討されていたことは、一般的にはあまり知られていなかったんだよね。この時に検討されていた燃料電池は、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことで、通常の乾電池などを指す二次電池と違い、様々な燃料を補充することで永続的に発電可能かつ発電効率の高い電池として各方面で研究が進められていたものだったんだ。防衛省傘下の防衛装備庁では、当初ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討したんだけど、使用される水銀が大量に必要であったため断念し、
酸素及び水素型電池の開発に舵を切り直したよ。でも、火器厳禁の取り扱いを要する酸素や水素を潜水艦内部に搭載することの懸念があり、結局そういう型潜水艦には AIP スターリングエンジンの搭載を決定し、当時の技術研究本部ではその後を見据えて、水面下で次世代潜水艦用蓄電池となるリチウムイオン蓄電池の開発を進めていたってわけ。そして、その開発の成果が実り、OU 以降の潜水艦には、リチウムイオン蓄電池を動力とした機関を採用することになったわけなんだ。ちなみに、リチウムイオン蓄電池のメリットは、鉛蓄電池の欠点であった水素ガスの発生がゼロあることや、エネルギー密度が2倍以上かつ 1.5 倍以上の繰り返し充放電回数ができるようになること、おまけに充電時間も短いことから、長期間海中で任務を遂行する潜水艦として優れた特性を発揮することができると判断されたことにあるぜ。海上自衛隊としては、リチウムイオン蓄電池を総流型の5番艦随遊から搭載したい意向ではあったが、別関係の太平型から搭載することに計画を変更しつつも、結局は前とした11番艦欧遊から搭載されることになったんだよな。そうそう。これは、中国などの軍事的脅威に対抗するために性能の高い潜水艦の配備が急務であったことなど、様々な事情があったためだね。中国から言わせれば、こんな潜水艦がいきなり上海の沖合に現れて攻撃でも仕掛けられては、たまったものではないもんね。そうだね。さて、リチウムイオン蓄電池を搭載するにあたり、総流型のスターリング AIP 機関は踏襲され、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法、あるいはスターリング AIP システムも含めてリチウムイオン蓄電池と置き換える方法の3つが検討されたんだ。相互比較した結果、後者のプランの方が、コストは高くなるが水中出力が大きく、連続潜航時間が長くなると判断され採用に至ったみたい。ちなみに、リチウムイオン蓄電池を採用することによって高性能になったと思われがちだが、実際のところスターリング AIP システム搭載艦と比較すると時空間力が8000馬力から5600馬力に落ちているんだよな。とはいえ、潜水艦は馬力が勝負の兵器ではないからな。そうだね。他の総遊型潜水艦と比べて、欧遊等遊は水中における最大速力が、20ノット時速 37km から18ノット時速 33km に低下しているのは事実なんだけど、問題はその速力の持続力にあるんだよね。以前の総遊型潜水艦の場合、搭載している鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は意外と短くなっており、10番艦までは最高出力20ノットを維持できる時間はなんと5分間であり、連続潜航時の水中最高速度は16ノットまでしか出せないんだ。一方、欧遊等遊のリチウムイオン蓄電池ならば、長時間にわたり持続して高出力を発揮することができるため、最高出力18ノットを数十分維持することが可能な能力を持つことになったってわけだ。さらに、連続潜航時間が10番艦までは2週間だったものが1ヶ月に伸びていることなど、航続距離や潜水時間についてもかなりの性能アップがなされているんだぜ。また、充電に必要なシュノーケル航行時間も格段に改善されているみたいだよ。以前の総遊型で採用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式では、フル充電のためにシュノーケル航行時間が5から7時間は必要だったけど、リチウムイオン蓄電池は急速充電により2から3時間でフル充電が可能なため、シュノーケル航行時間が大幅に短縮され、敵から発見されるリスクが軽減されたんだ。そう考えると、欧遊等遊になっていこう、潜水艦としての総合的な能力は格段にアップしたと言っても過言じゃないね。さて、日本がここまで潜水艦の能力向上にこだわるのは、やはりシーレーン防衛のためであることは間違いないだろうね。資源のない島国である日本にとって、海上輸送の確保は国が生き延びるために必須であり、現に過去の戦争ではこのシーレーンを防衛することができなかったことで、結果的に敗戦したと言っても過言ではないよ。そして、シーレーンの防衛に欠かせないのはサイレントサービスとも呼称される潜水艦の存在だね。潜水艦は、その隠密性から商用船舶を攻撃するために必須の艦種と言えるが、敵国の潜水艦の活動を阻害するためには、潜水艦を持って制することも必要なんだよな。そして、潜水艦はその隠密性から相手の目と鼻の先まで知られぬように侵入することができるよ。核弾頭ミサイルを装備した潜水艦が、ある日いきなり自国の周辺に現れ、察知されることなくそれを発射することができたらって考えるだけで、どこの国でも恐怖に駆られることは間違いないよね。ほんとだよね。潜水艦には、そういう隠密ゆえの恐怖という一面があるもんね。もちろん、非核三原則を持つ日本が自国の潜水艦に核弾頭ミサイルを装備することなど、絶対にありえないよ。ただ、絶対とは言い切れなくなっている実情ではある、と思うぜ。なら安心だと。
中国や北朝鮮、それにロシアが思うかといえば、そうではないだろうしな。彼らが恐れていることは、日本の技術の結晶である潜水艦をアメリカや同盟国が購入することだよね。ああ、特にクアッドで親密さを深めているオーストラリアは、日本の潜水艦の購入を真剣に検討していたこともあり、アメリカも潜水艦隊の司令官が実際に欧州に乗艦するなどして、興味があることを隠そうとはしていないからな。このように、アメリカをもうならせる日本の潜水艦技術だけど、現状では効果的な抑止力としての活用が大いに期待されているよ。特に昨今は、中国やロシアの G 行動が盛んに行われていることから、それらに対する明確な対抗策として、欧州などの潜水艦の活躍が、日本の領土防衛につながるものと考えられるよね。それじゃあ今回はこの辺で。いつも見てくれてありがとう。よかったら、チャンネル登録してね。みんな、コロナが落ち着いてきて油断してるけど気をつけてくれよ。マスクもだけど中国にも油断しないでほしいね。大丈夫だよ。僕たちの視聴者を信じようよ。そうだね。なら今日の動画は終わりだよ。自民党の安全保障調査会が、国家安全保障戦略 NSS などの戦略3文書の改定に向けた提言案の中で、防衛予算を国内総生産 GDP 比を北大西洋上条約機構 NATO が、各加盟国に求めている 2% に合わせて同等かそれ以上とすることを、5年以内と明記する方向で調整していることが明らかになっているよ。今の情勢を見て、ようやく日本も重い腰を上げようとしているんだね。少し遅すぎた感じはするが、このまま何もしないよりはいいな。降格降下、世界は軍拡ムードだもんね。そうだね。それについて、自民党では5年以内としている期日をさらに早期実現を目指す姿勢と強めていることも明らかになっているんだって。さて今回は、防衛費の5兆円増額で自衛隊が購入すべきものについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省における防衛予算においては、これまでの水準は概ね GDP 比の 1% 弱で、2022年度予算は5兆4500億円だったんだけど、安倍晋三元首相は23日の自民党会合において、5年間で NATO 並みに増やすことを念頭に置き、2023年度の防衛費は6兆円台後半とするのが適当であろうとの見方を示しているね。自民党の副案では、今後5年間で2022年度防衛費の5兆4000億円を毎年段階的に増やし、最終的には10兆円台に乗せることを目指しているとされ、有権者もまた、ロシアによるウクライナ侵略による安全保障上の懸念を受けて防衛費の増額には理解を示しているんだ。やっぱりウクライナでの出来事は日本の考え方にも影響を与えたね。このままじゃダメだって多くの人が危機感を持ったんじゃないかな。例えば産経新聞電子版が4月18日発信した、産経新聞社と FNN との合同世論調査で、防衛費増額について実施したアンケート結果によると、日本の防衛増額について質問に対し、大幅に増やすべきだとある程度増やすべきだの回答が合わせて 57.0% となり、今のままでいい 33.0% などを上回ったとされているからね。防衛費が10兆円に総額されるとすれば、2022年の5兆4000億円にさらに5兆円が加えられることになるんだけど、それをどのようなことに使うべきなのかということが議論を呼んでいるよ。5兆という数字は庶民感覚から見ると、とてつもなく大きな金額で全く見当がつかないが、軍事費としては、例えば、アメリカ海軍の新型原子力空母であるジェラルド・アール・フォード級の、1番艦ジェラルド・アール・フォードと建造中の2番艦ジョン・F・ケネディに、計画中の3番艦エンタープライズの3隻を合わせた、すべての設計開発費と建造費の総額が430億円約4兆8000億円とされているぜ。しかし、このことを比喩に挙げて5兆円など大した金額ではないと。デイリー新潮がその記事の中で主張しているのだが、原子力空母3隻建造する金額が大した金額でないとする感覚がおかしいんだよな。そうだね。デイリー新潮の記者は、5兆円など3隻の空母で簡単に吹っ飛ぶことがわかる。まして空母だけ建艦しても意味がない。艦載機である F-35 は、1機あたり約127億円と言われる。これを何10機も用意しなければならないと書いているんだけど、そもそも海上自衛隊がいきなりジェラルド・アール・フォード級の原子力空母を建造するわけがなく、5兆円という規模の予算の比喩にこれを当てはめる発想は、あまりに突飛な話ってわけ。冷静に考えれば2022年度に5兆4000億で現状の自衛隊を賄ってきたのであり、その中には海上自衛隊であれば出雲型護衛艦出雲加賀の空母化改修や新型 FFM 最上型2隻。新型通常動力型潜水艦太平型1隻、P1 哨戒機3機などの建造費他で1兆4092億円。
航空自衛隊では F-35 ライトニング2の通常離着陸型である A 型8機779億円と、垂直短距離離着陸機型の B 型4機521億円の合わせて1300億円が含まれているんだ。これだけ見ても5兆円の予算増額が、どれほど国防に貢献することになるかということがわかるよね。デイリー新潮の記事ではさらに、匿名の軍事ジャーナリストの話として、5兆円の使い道としていくつかの案を挙げていて、それは空中給油機と早期警戒機の増強、攻撃型無人航空機 MQ-9 リーパーの採用、そして対地巡航ミサイルトマホークの配備とされているよ。航空自衛隊の空中給油機は現在 KC-767 を4機運用しているんだけど、これに KC-46A を加えることになっていて、2024年後まで20機体制の計画だけど、これと早期警戒管制機 AWACS を増強するとの意見にはインターネット上でも賛成する声が多いみたい。航空自衛隊戦闘機が日本上空の航空優勢を維持するためには、着陸して補給することなく長時間空中で警戒することが必要であり、ミサイルなどの兵装は補給できなくとも、燃料だけでも給油する意味はあるな。また、攻撃型無人航空機の MQ リーパーの採用は、航空自衛隊パイロットの損失を防ぐ意味で有効だろうぜ。そして巡航ミサイルトマホークの配備については賛否両論があるんだけど、トマホークは1発が143万ドル約1億8600万円で、1000発購入しても2000億円でお釣りが来るんだよね。海上自衛隊の護衛艦にも搭載されているマーク41垂直発射システム VLS から発射可能で、潜水艦の魚雷発射艦からも水中発射が可能であるため、導入してすぐに運用することが可能だし、防衛省では現在、陸上自衛隊が運用している、1蓋式地対艦誘導弾の射程延伸開発を進めていて、将来的に 1500km まで延伸する計画なんだけど、この国産トマホークとも言える長射程ミサイルは地上発射型のみならず、艦上発射型と航空発射型も開発が進められることになっているよ。とはいえ実用化にはまだ時間を要するため、それまでのつなぎとしてトマホークを採用することで、中国、ロシア、そして特に北朝鮮への抑止力として有効であると見られているね。そして、デイリー新潮の記事に登場した軍事ジャーナリストは、陸上自衛隊の戦車について触れ、自衛隊では第2世代戦車の74式戦車、第3世代戦車の90式戦車、第 3.5 世代の10戦車が稼働していて、防衛省は74式を10式に置き換える方針をとっているが、戦車の数が減らされているという問題があるとして、この先本州方面では戦車が実質例題となることを問題として指摘しているよ。さらに10式戦車の開発より、優秀として高い評価を得ている90式戦車を改良した方が安上がりで早く実現できるとして、それをしないで10式戦車の開発を急いだのは、財務省が兵器の改良改修に理解を示さなかったからだと指摘しているんだけど、これは10式戦車開発の経緯について勉強不足と言えるかも。10式戦車に搭載されている C4I システムは戦場に配備された戦車がネットワークでつながり、1台の10式が敵を発見すれば、他の戦車も敵の情報を共有することが可能となるシステムで、さらには海上自衛隊の MOF システムなどとも相互運用が可能で、最終的には陸上海上航空3自衛隊の統合運用を見据えたシステムとなっているよ。90式戦車の後継戦車の開発においては、日本を防衛するための能力を将来にわたって維持する必要があり、将来戦に対応できる機能性能を有することが条件とされ、この C4I システムによる情報共有及び指揮統制能力の負荷に加え、火力防護力機動力の向上、全国的な配備と戦略機動のための小型軽量化が求められていたんだ。この際に現有戦車の改修や諸外国の戦車導入も検討されたんだが、まず現有の74式及び90式戦車を改修することに決定した場合、C4I システムを搭載するには戦車内部にスペースが足りず、さらにこれら消費電力が大きい電子機器への給電能力においても不足しており、その外ことからもにめられるがを出さないとされたぜ。また、諸外国の新鋭戦車を導入する場合には、外貨の輸出問題に加えて、いずれの戦車も90式戦車より大型で重量が重い上、各国独自の C4I システムを陸上自衛隊の C4I システムに適合させるためには大規模改修が必要となり、さらなる費用と時間がかかることから導入を見合わせられたんだって。本州の戦車配備ゼロ問題については、105mm ライフル砲を搭載した装輪式の16式機動戦闘車が配備される予定であり、10式戦車と比べれば搭載砲の威力や装甲などにおいて若干劣るものの、機動性では10式戦車を上回り、日本の道路事情にはマッチした装備と言えるね。日本に侵攻を企てるとすれば、現状ではロシアが想定されるんだけど、
その目標となるのは極東ロシア軍の戦力から考えて北海道が限界であろうと見られ、一丸式戦車を北海道に重点配備して本州の防衛には一六式機動戦闘車を当てる方針を支持する声は多いみたいだよ。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学はガチャピンとムックについてだよ。ガチャピンとムックといえば一昔前に一世を風靡したキャラクターだね。確かになんか懐かしいな。そのガチャピンたちなんだけど実は師弟関係だって知ってた？え、そうなの？設定なんてあったこと自体びっくりだよ。いや、普通は友達かなって思うだろ。そう思うよね。なら解説していくよ。一見友達かと思いきやよく見たらムックがガチャピンに喋りかけるときはしっかり敬語を使ってるんだ。確かに言われてみれば。しかも、ガチャピンから喋りかけるときは敬語を使ってないんだよ。だからってそれだけで師弟関係とは言い切れないよね。そうだね。だけど、初期設定から師弟関係だったとされているんだ。へえ、そうなんだ。でも小さい時だから何も気づかなかったけど、今改めて言われるとめちゃくちゃ敬語使ってるね。確かに、初期設定が指定関係なら間違いないな。ならガチャピンとムックにまつわる雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。それじゃ今日の動画は終わりだよ。2022年6月17日、上海にあるカンナム造船集団有限責任行使で建造が進められていた。中国海軍3隻目の正規空母となる003型空母の進水式が執り行われたみたいだね。ついに進水式が行われたんだね。艦名はどうなったの？艦名は福建と命名され、艦番号は18が付与されたらしいぜ。そうだね。このことは中国国営新華社通信が報じていたね。さて今回はそんな中国海軍3隻目の正規空母が福建と命名されて進水したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍の空母は001型の遼寧は北海艦隊の拠点である山東省の青島軍港、002型の山東が南海艦隊の海南省三亜に配備されていて、福建は台湾を担当する東部戦区の東海艦隊に配備される可能性があり、福建省は習近平国家主席が長年にわたって勤務した土地柄でもあり、習近平主席の地盤とも言える同省の省名を名付けたことで、この真の意味での中国独自の空母開発を習近平主席の業績として強調する狙いもあると見られているよ。また、この報道を受けた松野内閣官房長官は6月17日の記者会見において、中国の軍事動向は我が国を含むインド太平洋地域と国際社会の強い懸念であり、今後とも重大な関心を持って注視していくと述べているみたい。福建はそもそも4月に進水式が予定されていたんだが、上海において新型コロナ感染が拡大したことによるロックダウンのために大きく遅れていたからな。うんうん。ちなみに進水式の様子は中国の CCTV によって映像で流され、中国軍政府組トップの許その両共産党中央軍事委員会副主席らが出席したようだね。福建の船首に設置されたシャンパンとくす玉が割られると、色鮮やかなリボンと花火が空を舞い、ゆっくりとドックから離れ、国家斉唱や国旗掲揚などを行った後、福建は造船所内の埠頭に移動して経由されたよ。空母福建は、中国海軍として3隻目の空母だが、国産空母としては2隻目、さらに設計からオリジナルで建造された空母としては初めてで、偽装を終えて収益するのは2024年になると見られているんだ。中国海軍が最初に保有した空母遼寧は、ソ連海軍が建造を進めていたアドミラル・クズネツォフ級航空母艦バヤーブを改修したもので、建造途中にソ連が崩壊したためにウクライナでスクラップ同然になっていたものを中国が民間会社を隠れ蓑として買い取り、大連造船所でスキージャンプ方式のストーバーショートタケオフバットアーレスケドリカバリーストーバー方式の空母として再生したものだよ。また、中国海軍はその遼寧を改修した際の技術を活かして、遼寧のコピーとも言える2番艦の3等を建造し、ストーバー方式の2隻の空母を運用していたんだけど、いずれも艦載機である J15 が燃料や兵器ミサイルを満載した状態では発艦することができず、攻撃力において問題があるとされていたんだ。今回浸水した福建は基準排水量78,000トン満載排水量 80.000トン以上。全長320メートル水線幅38メートル最大幅 75.5 メートルとされ、遼寧や山東よりも一回り大きく、搭載可能な航空機数も遼寧の36機、山東の44機より多い60機とされているほか、遼寧や山東との大きな違いは、両艦がスキージャンプ台を備えたストーバー方式であるのと違い、福建はアメリカ海軍の原子力空母と同様にカタパルトで航空機を射出して発艦させるケトーバー方式が採用されていることなんだ。
キャトーバー方式での発艦であればストーバー型と違い、艦載機 J15 にはより多くの兵器や燃料を搭載できることになり、中国海軍がキャトーバー方式の空母を完璧に運用できるのであれば、日本にとっては大きな脅威となることは間違いないとされているぜ。福建は建造当初において、中国の国産空母に搭載されるカタパルトは、アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母で採用されている蒸気式カタパルトが搭載されるのではないかとする声が多かったよ。その理由としては、電磁カタパルトの運用には膨大な電力が必要とされていて、原子力のように長期間高出力を保つことができる機関でなければ難しいとされていたからで、その上であえて中国海軍が電磁カタパルトを採用したのであれば、アメリカ海軍の電磁カタパルトよりも電力を消費しない、より効率の良いカタパルトの開発に成功した可能性を指摘する声もあるんだよね。また、電磁カタパルトの技術もまだ確立されていない部分があり、アメリカ海軍で最初に搭載されたニミッツ級空母の後継であるジェラルド・アール・フォード級原子力空母においても、数々のトラブルが発生し、その克服にはかなり苦労したとされていることから、中国海軍が何の問題もなく運用することができるのかどうかを疑問視する声は多いんだ。福建進水式の映像からは、飛行甲板に設置された3本のカタパルトにはテントのようなものが貼られて隠されていて、その構造などを伺い知ることができないようになっているぜ。他国の情報はどうやってでも手に入れる分、自国の情報管理には細心の注意を払っているってことかな。また、空母の動力機関についても謎に包まれていて、開発当初は原子力ではないかと噂されていたが、どうやら通常動力であろうと伝わっているものの、未だに中国海軍からは公表されておらず、これもまた謎のベールに包まれているぜ。ところで、日本のインターネット上では福建に関して空母不要論も含んだ否定的な意見が多く、それらは防御が難しい極超音速飛翔体の開発が進む現在において、そのような対艦ミサイルにとって空母は命中させやすい大きな標的でしかなく無用の長物だとして、アメリカの原子力空母軍や海上自衛隊の出雲型護衛艦の出雲と、加賀の空母化改修についても無駄であるとしているんだ。ちなみにこの空母不要論は昨日今日話題になったものではなく、20年以上前から語られていたものなんだよな。さて、アメリカ軍において、2002年にミレニアムチャレンジ2002MC2002 と呼ばれる、大規模な図上演習が実施されたことをみんなは知っているかな。図上演習ってどんなことするの？この図上演習とは軍事組織やシンクタンクが、軍事理論や戦略、ここの作戦などを実証し研究するために、コンピューターを駆使して敵と味方の詳細データに基づき実施される軍事演習のことだね。MC2002 では当時の同時多発テロからイランやイラクを仮想的レッドチームとして、派遣されたアメリカ空母打撃軍などと2週間にわたって機上で戦闘を交えることになっていたんだ。その図上演習で、アメリカ海兵隊のポール・バン・リッパー退役中将が指揮を取るレッドチームは、対艦ミサイルの連射による飽和攻撃や小型ボートによる自爆接近攻撃などを駆使した作戦を展開し、なんと海戦2日目までに原子力空母や強襲揚陸艦などを含む16隻のアメリカ軍艦を撃沈したほか、アメリカ軍全体の戦死者が2万人に上るという結果となったんだって。このことに驚愕したアメリカ軍は MC2002 を中止し、後日改めてレッドチームによるミサイル飽和攻撃と小型ボートによる自爆攻撃を禁止して演習をやり直し、アメリカ軍がレッドチームに勝利することになるんだけど、この時点ですでに空母不要論は形成されていたと言えるよね。軍事評論家の中には、空母不要論が蔓延することで現役の空母が退役させられ、新造もされないとなるとアメリカの軍需産業が大きな打撃を被るために、この事実がもみ消されたとする意見があるな。しかし、空母が絶滅したとしてもそれに代わる兵器は必要であり、軍需産業はそのトレンドをしっかり抑えておけば大きな打撃を受けることはないぜ。また、この MC2002 の情報は世界に拡散されており、その事実に世界が反応して全ての国が空母保有を止めたのかといえばそのようなことはなく、アメリカ海軍はニミッツ級の後継空母を開発し、イギリス海軍は空母クイーンエリザベスを就役させ、その他にも多数の国々が空母を保有あるいは新造し、DF-21 などの強力な対艦ミサイルを多数保有していて、空母に対する飽和攻撃を実行できる中国でさえ大型空母を建造しているんだよね。このように、21世紀の時代でも洋上を移動する航空基地である空母の存在意義が大きいことは否定できず、今回進水した福建が就役して空母として運用されるようになれば、台湾への圧力を強めるだけでなく、南シナ海や太平洋における中国海軍の作戦遂行能力を着実に向上させることになり、アメリカとの軍事上の摩擦がさらに激しくなるのは必至であり、日本の安全保障を脅かす存在となるとされているよ。それじゃあ今回はこの辺で、次のコーナーに行くよ。
ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、睡眠についてだよ。みんなは、寝れない時に自然と羊を数えることがないかな？確かに、羊が一匹って数えてる時がある。なんかテレビなんかでも数えるアニメがあったりするよな。でもなんで羊を数えるんだろうな。そこを踏まえて解説していくよ。まず羊の由来となったのは英語圏の言葉遊びだったんだ。本来は、ワンシープ、ツーシープと数えるそうなんだ。でも羊と何の関係があるんだ？それはね、シープとスリープがそっくりだから、寝る時に羊が数えられるようになったんだ。なるほどな。また、羊を数える理由として、シープの発音に関係しているという説もあるんだ。これまたどういう関係なの？それはね、一般的に寝るときは腹式呼吸をすると体がリラックスして、眠りに入りやすくなると言われているんだ。シープの発音は自然と腹式呼吸が促されるようになることから、羊を数えるようになったという説もあるんだ。でも日本と英語圏の発音は違うから効果がないんじゃないのか？そうなんだ。日本人にはかえって目が覚めてしまって、眠りを妨げるという研究成果も出ているそうだよ。なんだそれ、なら僕が数えていた羊は意味がないじゃないか。そういうことになるね。でも安心して、人間は単調な音を聞くと眠りにつきやすいと言われているんだ。だから、川や滝の音など、単調な音を聞いているといいらしいんだ。なら今度からは川の音を聞いて眠るようにするよ。うんうん。それじゃ今日の動画は終わりだよ。みんなはリムパックというものを聞いたことがあるかな？リムパック？何それ？リムパックは環太平洋合同演習のことだな。基本的に2年に一度開催されているみたいだぜ。そうそう。今回は26カ国が参加して、様々な訓練を行いみたいだよ。たくさんの国が参加しているんだね。日本も参加しているの？もちろんだよ。さて今回は上述した通り、リムパック2022について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年6月13日。海上自衛隊第1護衛隊軍第1護衛隊所属のヘリコプター搭載護衛艦出雲 DDH-183 を機関として、第2護衛隊軍第6護衛隊所属の汎用護衛艦高波 DD-110 と潜水艦艦名未公表1隻が、インド太平洋方面派遣 IPD-22 に従事する第4護衛隊軍としてリムパック2022に参加するため、神奈川県の海上自衛隊横須賀基地を出港したよ。また、これらの艦艇の他に、海上自衛隊航空隊から P-1 哨戒機と電波妨害装置を搭載した UP-3D や US-2 飛行艇が派遣されて、リムパック2022に参加する予定とされているな。この IPD-22 は、10月28日までの約5ヶ月間ハワイとアメリカ本土西海岸などで実施されるアメリカ海軍主催の多国間共同演習である、環太平洋演習2022リムパック2022リムパックに参加するほか、インド、オーストラリア、フィリピン、ベトナム及びソロモン諸島、トンガ、フィジー、パプアニューギニア、パラオ、バヌアツ、仏領ニューカレドニアなど12カ国を訪問し、それらの国々の海軍とパシフィックパートナーシップ2022、日米合艦共同訓練パシフィックヴァンガード22、日印共同訓練ジメックス、豪州海軍主催多国間共同訓練カカブー2022、米豪非主催多国間共同訓練エクリサイズ様々ルンバ2022に参加する予定とされているんだ。リムパックは1971年からアメリカ海軍が主催してハワイ周辺海域においてほぼ2年に1回の頻度で開催されていて2022年で28回目となり、太平洋を囲む各国海軍の間で技量の向上を図るとともに、親睦を深めることで信頼を深めて、不測の衝突が起こることを避けることを目的としているよ。そのため、かつては中国海軍やロシア海軍が参加していたこともあったが、両国海軍が西側諸国の艦艇情報などを収集しようと情報収集艦を送り込んだことがマナー違反に当たるとして、招待されなくなっているぜ。相変わらずのマナーの悪さだね。貪欲といえば貪欲なんだろうけど、時と場合を考えてほしいよ。日本は1980年から海上自衛隊が毎年参加しており、2014年からは陸上自衛隊の水陸機動団当時は西部方面普通科連隊が参加しているよ。リムパック2022は8月4日まで開催され、アメリカと日本を含めて26カ国が参加して、38隻の艦艇と170機以上の航空機、そして約2万5000人以上の人員が参加し、各国海軍が戦闘や災害救助などの能力向上を図り、その他にも上陸作戦訓練やミサイル発射訓練、対潜水艦船訓練、海賊対策訓練、掃海訓練などが実施されるようだね。
なお、2021年12月下旬にアメリカ議会において成立したアメリカ国防権限法によって、招待することが決定されていた台湾海軍は含まれていないぜ。出雲型護衛艦の出雲と香川現在、固定翼機を運用する空母としての改修が進められていて、F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2の運用を目指しているよ。両艦は、基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0m 最大幅 38.0m 深さ 23.5m、喫水 7.3m の艦隊制で乗員は約470名。機関方式は LM2500IEC ガスタービンエンジン28,000PS を4機搭載した COGAG 方式で出力は112,000PS を発揮して、最大速力は30ノットとなっているんだ。護艦防御用の兵装は、高性能 20mm 機関砲シウス ×2機、シーラムコンサムシステム ×2機が搭載されているんだけど、基本的にはイージス艦などと艦隊を編成することで航空攻撃あるいは潜水艦による攻撃を防御するものだね。現状におけるヘリコプター搭載能力は最大で14機。平時では SH-60 軽哨戒ヘリコプター7機と MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機を搭載していて、同時に5機の発着艦が可能なんだ。両艦の改修は、まず出雲において2021年度令和2年度において、F-35B 戦闘機の発着艦を可能にするための甲板の耐熱強化や電源設備の設置などの改修が行われており、F-35B の発艦時の安全を確保するための艦首形状変更台形から四角形に変更改修工事や、艦内区画の整備などは、2025年度令和6年度末からの2度目の改修で実施される予定になっているよ。一方の香川、2022年令和3年3月から5年に一度の大規模な定期検査と同時に、F-35B 搭載に向けて大規模な改修工事が始められていて、香川においてはこの改修工事で艦首形状を四角形に変更する予定となっているね。当初香川については、この機会に一度に大規模改修を行う予定とされていたんだけど、艦内の区画や搭乗員の待機区画の整備についてさらなる検討が必要とされ、同じ F-35B を運用しているアメリカ海軍の協力により、強襲揚陸艦における動線などについて検証実験や試験を実施した後に、人や物の動線を詳細に検討した上で改修内容を確定することとなったため、艦内区画の整備などについては今回の改修工事では行われず、2027年度令和8年度末からの次の定期検査に合わせて実施することとなっているんだ。なお、両艦については発艦用カタパルトの搭載やスキージャンプ台の設置などについても検討されていたが、カタパルトに関しては蒸気式の場合には蒸気が、電磁式の場合では電力が、共に現状の機関と発電能力では不足することなどから採用されず、スキージャンプ台の設置は艦隊の重量バランスを取ることが難しいことなどから見合わせられたぜ。また、改修後の F-35B の搭載数が多くても15機程度とされていることから、90機を搭載可能なアメリカのニミッツ級ジェラルド・アール・フォード級に大きく身を取りするだけでなく、中国の空母遼寧が最大で50機、山東が70機であり、2022年中にも進水すると見られている003型空母はニミッツ級と同程度の搭載機数であろうと言われている中で、出雲型空母はそれらに対抗できず、艦隊防衛用空母でしかないとする声が、海上自衛隊 OB の軍事評論家などから上がっているようだね。しかしながら、このような搭載機数にこだわるだけの出雲型に対する批判的な意見は、太平洋戦争時の空母運用構想にとらわれているものでしかないと指摘する意見もあるんだ。アメリカ海軍の空母は本国防衛用ではなく、外洋に出て遠い紛争地域で航空基地的に運用されるものであるため、多数の搭載機が必要とされているのであるが、日本の場合は国土防衛のための空母であるため、アメリカの空母とはその運用方法が根本的に異なるからな。出雲型護衛艦においては、日本本土から大きく離れて活動することはないもんね。そうそう。それに陸上の航空基地との連携が可能であるため、艦載機を搭載しておらずとも陸上基地から発進する、F-35B のための海上を移動する補給基地としての運用が想定されていると見られているってわけ。15機しか搭載できないから中国空母との空母対決に勝てないとするのは全近代的な運用構想でしかなく、現状において飛行場が少ない南西諸島を中国の侵略から防衛するためには、出雲型は必要な存在であるとする声は多いぜ。また、今回出雲はリムパックに参加した後、南太平洋の島嶼国を訪問する予定となっているが、これらの島嶼国においては近年中国がソロモン諸島と安全保障協定を結ぶなど、南シナ海からさらに太平洋への進出を企てており、出雲の姿を見せることでそれら島嶼国に対して日本のプレゼンスを示すことができると期待する声が上がっているんだ。
なお、今回出雲と高波が横須賀基地を出港する際に、リムパック参加に反対する市民団体が基地近くの公園に集まっていたところへ、領艦の出港を見送りに来た右翼団体が詰め寄ろうとしたため、神奈川県警機動隊が右翼団体を制止したとして、地元紙の神奈川新聞が報じているよ。見送りに来た方を機動隊が制止したの？なんだかおかしなことになってるね。これに対してインターネット上では、神奈川新聞の報道には明らかに偏向報道だとする声や、護衛艦に敬意を込めて見送る団体が、それを妨害しようとする不尊な団体を排除しようとしただけだ。警察は右翼団体を規制するためでなく、市民団体と称して自衛隊の活動を妨害しようとする左翼団体を制止したのではないか？などして神奈川新聞の報道のあり方を疑問視する声が上がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で。続いてはあのコーナーだよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、海についてだよ。海いいね、あと1ヶ月も待てば海開きだね。確かに、海は入るだけで気持ちいいもんな。だが、飲んでしまった時なんかは塩辛すぎて辛いよな。今日はその海の塩分について解説していくよ。ちょうど聞こうとしていたんだよ。ちなみに海の塩分濃度は何パーセントぐらいだと思う？結構高そうだと思うよ。だってめちゃくちゃ塩辛いからね。12% だと思う。俺は 15% だと思うぜ。なんたって塩を作れるぐらいだからな。正解は、3% でした。めっちゃ低いじゃないの。あんなに塩辛いのに 3% だなんて驚きしかないぜ。ちなみに死海というすごく塩分が高い海があるのを知っているかな？入ったら体が自然と浮く海だろ。そうそう。その死海は海の 3% に対して、塩分濃度は 30% なんだ。さすが死海と言われるだけあるな。それじゃ今日の動画は終わりだよ。2022年6月7日の夜、ロシア軍機とみられる航空機4機が、日本海上にて北海道方面に向けて直進飛行で領空に接近したため、航空自衛隊の千歳基地から戦闘機が緊急発進スクランブルをかけたとして、防衛省統合幕僚幹部から8日に発表があったね。ロシアもせわしないよね。いろんな国に挑発しなきゃいけないんだから。経済制裁やらの報復活動の意味合いもあるだろうしな。プライドも高いし、舐められっぱなしじゃいられないんだろうぜ。そうだね。さて今回は、そんなロシア軍機が北海道に向けて異常な直進飛行をしたことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍機とみられる4機の航空機は、北海道西方から札幌方面に向かって直進的に日本の領空に向かって接近したため、北海道千歳基地の北部航空方面隊の F-15J イーグルがスクランブル対応を実施対応した機数は不明。4機のうちの2機はそれぞれ日本海上で旋回して西方に飛行して日本領空から離れ、残る2機は領空に相応に北上して樺太方面に飛行したとしているよ。まるで札幌を狙うかのように飛行したこの挑発的な飛行については、ウクライナ侵攻に対する経済制裁がロシアにとってかなり効いている可能性があるとして、軍事的圧力をかける目的があったのではないかとする見方や、札幌を狙ったというよりも、千歳基地を狙った脅しではないか？とする軍事ジャーナリストの発言などが出ているんだけど、過去に例がない進路であるとして話題になっているね。また、6月9日にロシア海軍の情報収集艦が、津軽海峡を日本海側から太平洋側に抜けたことを防衛省統合幕僚幹部が伝えているんだけど、この情報収集艦は7日に宗谷海峡から日本海に入ったことが確認されているんだ。情報収集艦とは、主に電子情報を収集するための軍艦で、シギントシグナルズインテリジェンス呼ばれる通信、電磁波、信号等の傍受による情報活動と、コミントコミュニケーションインテリジェンスと呼ばれる通信情報の傍受盗聴暗号解読に、エリントエレクトロニックインテリジェンスと呼ばれるレーダーなどの非通信用電子機器からの、電波放射などの電子情報収集などを実施する艦艇だね。この情報収集艦今回のスクランブルが発生した頃には日本海上を航行していたとみられ、それらのことからロシア軍機の行動は、これまでになかった飛行経路に対する航空自衛隊の対応についての通信情報や、北海道のレーダー関連の情報収集が目的であった可能性が指摘されているね。このロシア軍の動きが北海道侵攻への準備として行われたのか、あるいは単なる威嚇であるのかはわからないんだね。まあ、いずれにしてもこれまでにない動きを見せているロシア軍の動向には注意する必要があるだろうな。また、5月24日には日本海から東シナ海、太平洋にかけてロシアと中国の大型爆撃機による共同飛行による日本領空への接近があり、ロシア空軍のツポレフ95爆撃機2機と EU-20 情報収集機1機と、中国空軍の H-6 爆撃機4機、
ロシア空軍の K7 機が日本の領空近くを飛行したため、航空自衛隊の F-15J がスクランブル発進して対応しているんだ。その際にロシア国営 RIA のオボシチが、ロシア軍機から撮影された画像とともに、日本の F-15 戦闘機は空中パトロール中のロシアのツポレフ 95MS 爆撃機に接近したと投稿しているんだけど、実はこの撮影された F-15 が、画像から沖縄の嘉手納基地所属のアメリカ空軍の F-15 であることが判明し、中国とロシアの航空機の動きに対するスクランブルに、アメリカ空軍機も参加していることが明らかになっているよ。このアメリカ空軍機のスクランブルが、防衛省あるいは航空自衛隊からの要請であるのか、あるいはアメリカ空軍の判断によるものであるかは不明だが、日本周辺における中国軍機及びロシア軍機へのスクランブル対応回数は2021年、2022年と激増していて、航空自衛隊には大きな負担となっているため、在日米空軍の協力が必要となっているとしたら、防空体制そのものの検討が必要となるだろうな。かつて東西冷戦の最中では、当時のソ連空軍機が定期的に日本の周辺に出没していて、特に定期的に千島列島から太平洋上を南下して東京に接近するコースを、在日アメリカ軍が東京急行と名付けて、自衛隊もその通称で呼んでいたよ。ソ連崩壊後はロシアの経済が混乱していたこともあり、東京急行が実施されない状況が続いていたんだけど、2000年代に入りプーチン大統領が台頭するとともに、ロシア経済が立ち直りを見せたことから再び東京急行は増加する傾向にあったけど、今回のような札幌急行とでも呼ぶべき動きは初めてのことなんだ。インターネット上では、近年盛んに挑発を繰り返している中国、ロシアに対しての憤りから、領空に1ミリメートルでも侵入した時点で撃墜せよといった過激な書き込みが多々見られているけど、今回もそうだけど、彼らは巧みに領空への侵入を避けており、実際に領空に侵入したのであればともかく、領空外を飛行している航空機を撃墜はできないんだよね。今回のロシア軍機の動きについて一つ留意しておきたいのは、航空機から発射し核弾頭の搭載が可能とされる、ロシアの極超音速空対地ミサイルクフ 47M2 キンジャールの存在じゃないかな。キンジャールの射程距離は2000から 3000km とされていて、例えば千歳基地を攻撃するにはロシア本土上空で発射したとしても到達させることは可能なんだけど、ミサイルを飛翔させる距離が長いことで海上自衛隊のイージス艦などによって撃墜されることもあり、できるだけ北海道に近づく必要があるんだ。その際にはキンジャールを搭載した航空機が、今回と同様の飛行ルートを取る可能性が高く、自衛隊がどのように対応したのかを事前に確認したのではないかとも考えられるな。対応の確認ってことだね。どうにかしてほしいけど、どうにもならないもんね。ロシア極東の空軍にはこのキンジャールを搭載可能なミグ31がすでに配備済みであり、キンジャールそのものが配備されているかは不明であるが、大きな脅威と考えられるぜ。また、ロシアにはウクライナ侵攻でも使用された地上発射型ミサイルシステムイスカンデル M があり、このシステムからも核弾頭が搭載されたミサイル発射が可能とされているよ。イスカンデル M は巡航ミサイルも発射可能であり、ロシアが2019年1月に公開した巡航ミサイル級 M729 を使用すれば、射程は 2000km 以上となり日本に十分届くんだ。さらにロシア軍には自らの領海内からも海上発射型の巡航ミサイルカリブルによって日本本への攻撃が可能であり、カリブルの射程は約2000から 2500km で、誤差3メートル以内の精度を誇るとされているね。このカリブルはアメリカ軍のトマホーク巡航ミサイルと同等以上の性能を持ち、水上艦艇だけでなく、ロシアの原子力潜水艦や通常動力型潜水艦のどの潜水艦からでも発射可能であり、核弾頭が搭載可能なミサイルとして極めて汎用性が高いものとなっていみたい。海上自衛隊の対戦能力は世界一とされてはいるが、カリブルをロシア海軍の聖域であるオホーツク海から撃ち込まれてしまうのでは、事前に防ぐことは難しいよな。ロシアは水上艦から発射する海上発射型の極超音速巡航ミサイルツィルコンも2022年から配備を始めると表明していて、ツィルコンの最高速度はキンジャールに匹敵するマッハ9程度で、射程は 1000km 以上とされるよ。もしロシアが日本への侵攻を決断したならば、地上からはイスカンデル M、空からはキンジャール、海上及び海中からはカリブルツィルコンが日本に降り注ぐことになるんだよね。それらの同時砲は攻撃を受けた場合に、攻撃されなければ反撃することができない専守防衛の理念で、果たして自衛隊はその全てを迎撃できるのかは不明だな。こちらが攻撃できないからって好き放題してるもんね。日本は舐められちゃってるもん。今、日本をロシアや中国の真下から守るには、日本に向けてミサイルが発射される前に、
できるだけその数を減らしておかなければならず、それには強力な敵基地攻撃能力を保有する必要があり、それはあくまで日本独自の判断で運用できるもので、アメリカ軍に頼るものであってはならないとする意見もあるぜ。中国本土やロシア極東の重要軍事施設を直接攻撃可能で超強力な敵基地攻撃能力を保有することで、核兵器を保有せずとも北海道侵攻への抑止力として使うことができるもんね。何にせよ、ロシアのプーチン大統領や中国の習近平国家主席には決して隙を見せてはならず、日本を攻撃すれば必ず勝てると思わせてはいけないよね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、日食と月食についてだよ。あの何年に一度とかいうやつか。どっちがどっちだかわからないよね。確かにパッと言われただけじゃわかりづらいもんね。それじゃ解説していくよ。太陽は地球や月を照らし、その反対側には長い影ができるんだ。その影が、地球を隠したり月を隠したりすることで月食と日食が起こるんだよね。そうなんだ。それで違いは？まず日食なんだけど、太陽と地球の間に月が入り、太陽月地球の順でほぼ一直線に並ぶ。新月の時に起こるんだ。日食には3種類あって、一部だけ隠れる部分日食と、太陽全体が見えなくなる皆既日食と、太陽が輪っかのように見える金環日食があるんだ。日食にもいろんな種類があるんだね。そうだね。次は月食なんだけど、月食は太陽地球月の順でほぼ一直線に並び満月の時に起こるんだ。皆既月食が起こると月が赤くなるのが特徴だよ。でもなんで赤いの？日食みたいに見えなくならないんだね。それは、太陽の光が地球の大気を通過するときに、波長の短い青い光は、大気中で散乱するが、波長の長い赤い光は、空気中を屈折しながら通過して月を照らすため、赤く見えるんだ。そうなんだね。日食と月食全然知らなかったらわからないけど、理解すると全然違うことがわかるんだな。みんなも違いがわかったかな？それじゃ今日の動画は終わりだよ。大砲は戦場の神と呼ばれているんでしょ？かっこいい二つ名だよね。ここで言う大砲とは、現代では野戦榴弾砲のことだけど、榴弾砲は、特定の地点を広範囲にわたって遠距離から大火力を迅速かつ長時間投射することが可能であり、装甲で防御されていない兵員や建物に対して壊滅的な打撃を与えることができるから、その二つ名も頷けるほど強力であることは間違いないね。攻撃を受ける側は、遠距離から攻撃を加えてくる砲兵に対して、その反撃手段は、同じ射程距離を持つ砲兵火力による反撃か、航空攻撃しかないからな。しかしながら、これらの砲兵火力も航空戦力も通常の陸上部隊は有してはいないため、結果的には敵砲兵から一方的に撃たれるがままになるぜ。だからこそ支援砲撃を受ける味方からは戦場の神と称えられ、攻撃を受ける敵には悪夢を与える兵器なんだね。そして、かつてソ連に君臨したスターリンも軍事アカデミーの卒業生に対して、砲兵は戦場の神であるとの言葉を送っているんだけど、そのソ連の末裔たるロシア軍は、今まさに戦場の神からの鉄槌を加えられようとしているんだ。さて今回は、M770-755mm 榴弾砲について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が開始されたんだけど、欧米を中心とする西側各国は当初、ロシアを過剰に刺激することを恐れてウクライナに対する武器支援は、歩兵携行型の小型兵器に限定していたよ。しかし、ウクライナの首都キーウ近郊の街でロシア軍による住民への虐殺行為が明らかになり、欧米各国は態度を一転させ、大型兵器のウクライナへの供与を開始したってわけ。そして、米国もウクライナに対しては、開戦前から携行型対戦車ミサイルであるジャベリンや携行型地対空ミサイルスティンガーなどを多数供与していたんだけど、ウクライナへのさらなる武器支援の一環として、M770-755mm 牽引式榴弾砲を90門供与することを決定し、ウクライナ軍に対して運用方法の教育も実施しているんだ。榴弾砲の供与は、米国以外の国も実施しており、オーストラリアとカナダは米国と同じく M770-755mm 牽引式榴弾砲、オランダは装機式のプズフ 2155mm 自走榴弾砲を6両。フランスは迅速な陣地転換を可能とする装輪トラックに榴弾砲を積載したタイプの、カエサル 155mm 自走榴弾砲を12両程度供与しているよ。この他にもポーランドがグボズジーカ 122mm 自走榴弾砲、イタリアとベルギーは M100-955mm 自走榴弾砲、スウェーデンはアーチャー 155mm 自走榴弾砲、スロバキアはズサナ 155mm 自走榴弾砲、
チェコはダナ 152mm 自走榴弾砲を供与しており、一国でこれほど多くの種類の榴弾砲を運用するのは、他に例がないんだって。なお、122mm 及び 152mm 口径の砲弾を使用する榴弾砲は旧ソ連規格であり、NATO 規格は 155mm となっているぜ。これらのウクライナへの榴弾砲供与により、ウクライナには M777 が100門以上と自走榴弾砲が数十両配備されることとなり、非常に強力な砲兵戦力を獲得したと言っても良いよね。さて、今回の各種榴弾砲の供与では、自走榴弾砲よりもトラックなどで牽引が必要な牽引式の榴弾砲が多数供与されたけど、これに対して一部識者からは、ウクライナにとっては自走榴弾砲の方が戦力増強に効果的なのではないかとの意見が聞こえてくるんだ。本当にそうなのかな？この M777-155mm 牽引式榴弾砲は、イギリスで設計開発が行われ、2005年に米軍で採用された。米軍が運用する榴弾砲としては最新のタイプとなっているよ。そして、この M777 榴弾砲は、1990年代にイギリスのビッカース造船技術会社が開発していた。長径量野戦榴弾砲ウルトラライトウェイトフィールド砲ザ UFH が原型となっているんだ。そう、M777 の最大のメリットはその重量の軽さにあり、その軽量さこそが、自走榴弾砲を大きくしのぐ機動性を生み出し、それがウクライナ軍が運用する上で自走榴弾砲以上の大きなメリットとなるってわけ。米軍も M777 に対して大きな期待を示しており、米軍が運用する 155mm 榴弾砲の全てを M777 に置き換えようとしているほどだが、実はその性能については凡庸と言っても良いものなんだぜ。そうなんだよね。砲弾の発射速度や射程については、米軍がこれまで運用してきた M198-155mm 榴弾砲とさほど大きな違いはなく、通常弾である M107 榴弾を発射した際の最大射程は、M198 が 22.4km であるのに対して、M777 は 24km となっており、大きな差はないんだ。発射速度も M777 は M198 と同じく最大で毎分4発、持続射撃で毎分2発が発射可能となっており、性能が向上したわけではないよ。なお、陸上自衛隊が運用している FH70-155mm 榴弾砲は、イギリス、イタリア、西ドイツが1978年に開発した牽引式榴弾砲なんだけど、その発射速度は最大で毎分3発、持続射撃で3から6発となっており、最大射程は通常榴弾で 24km、持続発射速度は FH70 の方が上回っているほどなんだ。しかし、先にも触れたように M777 最大の利点は、その重量にあるよ。米軍の M198 榴弾砲の重量は 7.162トンであり、自衛隊も運用する FH70 の重量は 7.8 からと 9.6 トンにもなるんだよね。各国が運用する牽引式榴弾砲の重量は、おおむね7トンから14トンとなっている中、M777 の重量は標準型で 3.7 トン、改良型で 4.218 トンとなっており、M198 と比べて 51.6% から 58.9% の軽量化を実現しているみたい。この榴弾砲の軽量化により、大きく何が変わってくるのかな？ズバリそれは、輸送手段だよ。これまでの牽引式榴弾砲は、CH-47 チヌークや CH-53 シースタリオンなどの大型輸送ヘリコプターでなければ、ヘリコプターの機外に吊り下げての輸送はできなかったんだ。しかしながら、M777 の重量であれば、UH-60 ブラックホークや、UH-1N ツインヒューイなどの中型輸送ヘリコプターや V-22 オスプレイでも吊り下げて輸送することができるよ。これが実現することで、M777 は従来の榴弾砲と比べて、その展開力は飛躍的に高まったと言えるな。特に現代の米軍は、96時間以内に世界中のあらゆる地域に投入が可能とするストライカー旅団戦闘団にも代表されるように、地球規模で世界各地に迅速にパワープロダクション戦力投射できる能力の向上に努めているぜ。そうそう。そして、それを実現するには、各種兵器の軽量化は必須であり、軽量であれば、米本土から戦地まで輸送機に多数搭載して運ぶことが可能となり、戦地では中型ヘリコプターで機動的な展開が可能となるってわけ。今回のウクライナへの M777 の輸送についても、重量級の自走榴弾砲と違い、100門以上の M777 を極めて迅速に輸送することに成功しているんだ。また、ウクライナ国内での展開においても、ウクライナ軍に対して M777 を輸送するために必要な輸送ヘリコプターとして、旧ソ連が開発した Mi-17 ヒップ H も供与しており、欧米各国が、ただ武器を供与するだけではなく、
ウクライナ軍が実際に戦場で効果的に運用できるよう入念な事前調査がなされていることが伺えるよね。なお、ウクライナ軍は9ワルシャワ条約機構軍内でも多く運用されていた最大積載量4トンのマイ8ヒップを運用しており、今回供与されたミー17はミー8の発展型であり、ウクライナ側としても運用がしやすいという傭兵側の利便性も考慮されているぜ。このように M777 は、長軽量野戦榴弾砲というコンセプトを体現した軽量榴弾砲であり、ここまではその軽さに関する有用性を説明してきたんだけど、この M777 で運用する砲弾も米国は当然供与しているんだ。そして、その砲弾も米国が誇る軍事テクノロジーの粋を集めた高性能なものとなっているよ。ウクライナ軍が従来運用していた榴弾砲は、2S3 アカーティア152無自走榴弾砲であり、この榴弾砲の最大射程距離は 17km と比較的短く、ロシア軍が運用する 2S19 ムスタ S152mm 自走榴弾砲の通常砲弾での最大射程 24.7km と比較すれば、8km 近くも最大射程距離に開きがあり、これでは、ウクライナ軍砲兵はロシア軍砲兵に一方的にアウトレンジ攻撃を受け殲滅されてしまうよね。このロシア軍が運用する 2S19 は、RAP ロケットアシスト弾を使用すれば最大射程距離は 36km まで延伸が可能であり、その状態であれば、ウクライナ軍が従来装備する榴弾砲では手も足も出ないんだ。そして、M777 が運用可能な通常砲弾よりも射程距離を延伸させた ERFB 砲弾であっても最大射程は 30km 程度であり、これではロシア軍砲兵に対して優位性を示せてはいないよ。そこで、米国はウクライナ軍がロシア軍に対して圧倒的な優位性を得られるよう、最新の高性能砲弾の供与を決定したんだ。それは、M982 エクスカリバーと呼ばれる砲弾だよ。M982 は、M777 以外にも米軍が保有する榴弾砲で使用可能な、GPS による精密誘導が可能な砲弾であり、その最大射程距離は各仕様によって異なるものの、40km から 57km とされており、半数必中回 CEP はおおむね5メートルから20メートルの精密さで目標に着弾させることが可能とされているんだ。砲弾本体にも折りたたみ式の滑空翼が装備されており、翼で揚力を得て滑空することで射程距離を伸ばしているみたい。この M777 で M982 エクスカリバーを運用すれば、戦場の必要な地点に榴弾砲を迅速に展開させ、ロシア軍の射程圏外からアウトレンジ攻撃による一方的な攻撃が可能となるってわけ。ロシア軍はまさに戦場の神から一方的な鉄槌を下されることになるんだね。このほか、ウクライナ軍はドローンを用いた着弾観測や NATO から得た偵察情報をもとに極めて高い角度でロシア軍の動向を掴んでおり、これにより提供された砲兵火力を最大限活用できる環境も整っているよ。このようにウクライナ軍は、これまでは供与されてこなかった大型兵器の供与を受けられるようになり、苦戦が予想されていた東部戦線においても22年5月時点では、ロシア軍に対して優勢を維持しているんだ。ロシア軍は東部の都市ハリコフより撤退する動きさえ見せており、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍をウクライナ国境まで押し戻せば勝利だ、とする声明を発表しているね。開戦時点では短期決着によるウクライナの敗戦が予想されていたことを考えれば、ウクライナが勝利の条件を口にできるまでになったこの状況は、大きな驚きを持って世界に受け取られているよな。もはやロシアは、速やかに侵攻を停止してウクライナから撤兵し、ウクライナに対する数々の戦争犯罪について、真摯に向き合わなければならない段階に来ているのかもしれないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。防衛省統合幕僚幹部は2022年6月17日、ロシア海軍の艦艇7隻が16日から17日にかけて、伊豆諸島の隅寿島と鳥島の間を南西方向に抜けて航行したことを発表しているね。またロシアか、日本は相当目の敵にされちゃったみたいだね。まあロシアに関しては世界から目の敵にされているけどな。そうだね。また、同日にロシア海軍艦艇9隻と中国海軍の駆逐艦2隻が、宗谷海峡を精神しながら通過して日本海に入ったことを発表しているんだ。中国も出てきちゃったんだ。あの2国は世界でも要注意国家だもんね。完全に協力体制が敷かれているわけではないようだがな。そうだね。さて今回はロシア海軍の艦隊が伊豆諸島付近を航行したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア海軍の7隻については、16日午前9時頃に千葉県犬吠埼の南東約180キロメートルの太平洋上を南西方向に進んでいるのを、
海上自衛隊の長崎県佐世保基地第5護衛隊所属金剛と、青森県大港基地第7護衛隊所属夕立の2隻の護衛艦が確認、追跡しつつ警戒に当たっていたんだ。また、このロシア艦艇7隻のうち5隻は、9日に北海道の根室半島沖でも確認されていたほか、15日正午頃には7隻全てが北海道の襟裳岬沖を航行しているのが確認されていて、北海道沖で演習を行った後に千葉県沖へ南下し、伊豆諸島を通過したものと見られているよ。それに先立って16日に中国海軍のミサイル駆逐艦2隻が宗谷海峡を通信して通過し、オホーツク海に入っていたことが防衛省統合幕僚監部から発表されており、この2隻は17日に宗谷海峡を通過した2隻と同じ駆逐艦と見られているね。防衛省統合幕僚幹部によると、ロシア海軍の艦艇はウダロイ IQ 駆逐艦2隻、ステレグシティ II 級フリゲート1隻、ステレグシティ級フリゲート3隻及びマルシャルネデリン級ミサイル観測支援艦1隻の計7隻で、このうちのウダロイ IQ 駆逐艦1隻とマルシャルネデリン級ミサイル観測支援艦マーシャルクルエロフ1隻を除く5隻のロシア軍艦艇は、9日に北海道根室半島の南東約 170km の海域で確認された5隻と同一の艦艇であるとしているよ。今回のロシア海軍の動きについては、ロシア軍東部軍管区報道機関が艦艇40隻以上が参加する大規模な海軍演習が実施されるとして発表されていたことに関連するとみられ、この演習は3月から実施されている計画的な訓練の最終段階で、対空砲の発射訓練や対潜訓練や機雷除去などを行うとされているんだ。ウダロイ級駆逐艦を除けば、フリゲートより小型のコルベットやミサイル艇、対潜哨戒艇などの他に各種支援船などが主体となっていて、40隻以上との発表は、一時的に参加した艦艇なども含めた延べ隻数ではないかと見られているよ。ここまで確認されているロシア艦艇は、いずれも太平洋艦隊に所属していると見られているが、ウダロイ IQ 駆逐艦は1980年代に建造された旧式艦で、ステレグシティ2級フリゲート艦は、2000年以降に建造されたものでウダロイ級よりは新しいステルス艦で、垂直発射システム VLS-8 機が備わっていて巡航ミサイルカリブルのほか、ハープーン級の対艦ミサイル8発が搭載可能であり、基準排水量2500トンの小型艦ながらそれなりの対地、対艦攻撃能力を持った重武装艦だよ。しかし、ウダロイ級もステレグシティ級も防御能力の観点からすれば、脆弱な艦艇と言えるな。特に、対空防御能力という点から見ると、ウダロイ IQ は射程 12km 程度の対空ミサイルサムキンジャールを装備しているが、これでは日米両軍が保有するほとんどの空対艦ミサイル ASM で射程圏外からのスタンドオフ攻撃が可能であり、いずれにしても両艦ともに対空防御能力は極めて脆弱と言えるぜ。これに対して、航空自衛隊の保有する空対艦ミサイルの命中精度は極めて高いことが実証されており、航空自衛隊による航空攻撃だけでもロシア艦隊を撃滅することが可能であり、ロシア艦隊が航空優勢を確保していない状況で日本を攻撃すれば、これらの艦艇は自衛隊の対艦ミサイルの標的となるだけだとされているよ。たとえロシア艦隊がその気になっても、どうにでもできるってことだね。そういうこと。空母を持たないロシア太平洋艦隊の艦隊防空の柱は機関であるミサイル巡洋艦スラバ級ミサイル巡洋艦バリアーグであるんだけど、同艦は2021年12月29日にウダロイ級駆逐艦と補給艦を伴って対馬海峡を東シナ海方面へ進出し、その後国会において黒海艦隊や北方艦隊などとの大規模合同軍事演習に参加しているんだ。そして、ウクライナ侵略開始直前ボスポラス海峡が封鎖される前にバリアーグが地中海に抜けたことまでは判明しているんだが、未だに母港のウラジオストクに寄港した形跡がなく、あるいはまた黒海に戻って黒海艦隊と共に活動している可能性もあるぜ。そのため、現在のロシア太平洋艦隊は旧式駆逐艦とフリゲート艦、そして通常動力型攻撃潜水艦など、せいぜい20隻程度の戦闘艦艇があるだけと見られ、もし不穏な動きが見られたとしても自衛隊の戦力だけでも十分に対応することができるのであるが、これに中国海軍の艦艇、特に現在就役している2隻の空母が加わると少々厄介な話になってくるな。中国め、どう厄介になるのか詳しく教えて。その場合には海上航空用自衛隊の戦力だけで航空優勢を維持することが難しくなり、アメリカ軍の航空戦力ないしは第7艦隊の空母ロナルド・レーガンの空母打撃群のサポートが必要になるんだよね。日本だけの力じゃ対応できなくなっちゃうんだね。それは困るなぁ。また、ロシア軍による挑発は、海上だけでなく空においても盛んに実施されていて、6月7日の夜間、ロシア軍機と推定される4機の航空機がロシア沿海方面から、
まっすぐ東の北海道へ向けて飛来したため航空自衛隊が緊急発進スクランブルをかけて対応したところ、そのうちの2機については北海道の領空手前で反転して西方へ引き返し、残りの2機については北上して樺太方面へ消え去ったようだよ。この統合幕僚幹部が発表した6月8日付の報道資料によると、時間帯やヘディング進路など、その行動パターンから、ロシア空軍の戦闘気球による航空自衛隊千歳基地に対する威力偵察と推定されるとしているんだ。つまり、不意に九州高速で領空に接近して相手の対応を確認するという目的の行動であり、一種の軍事的示威行動であるってわけだな。そうそう。今回と同じようなロシア軍機の行動は2011年3月11日にも見られていて、東日本大震災直後の津波によって壊滅的な被害を受けた航空自衛隊松島基地に対して行われていて、これは大震災の被害が航空自衛隊のスクランブル体制などへ影響を及ぼしているかについての確認であるとされているほか、日本が実施しているロシアへの経済制裁への報復と見る向きもあるよ。ただ、2月24日にロシアがウクライナ侵略を開始して以降、経済制裁を加える日本に対して、海と空からの軍事的示威行動がエスカレートしている様に見えるんだけど、実は、2014年にロシアがクリミア半島の強制的に併合した際に、日本が行った経済制裁への報復よりも明らかに少ないんだよね。今回の経済制裁が、2014年の時の制裁よりも明らかに厳しいものであるにもかかわらず、その報復は軽いとされているな。そうなの？それってどうして？その理由は極東に配置していた戦力がウクライナに回され、大きく低下している。稼働可能な航空機や艦艇が少ない。極東に備蓄されている航空燃料や艦艇燃料が不足気味で節約しているなどの理由が考えられるとされているね。まああれだけウクライナに手を回していれば、他に手が回らないことは当然ってわけだね。そういうことだな。潜水艦からカリブル巡航ミサイルを発射したことをアピールして核兵器搭載可能な巡航ミサイルの発射に成功したとか、海上自衛隊の足元にも及ばない戦力しかない太平洋艦隊において、太平洋で40隻以上の艦艇による大演習などとのプロパガンダを展開していることが、極東ロシア軍の苦しさを物語っているとする見方は多いぜ。今はロシアの軍事的示威行動にひるむことなく、堂々と対峙し、むしろこちらから威力偵察を仕掛けるくらいの強気でロシアにプレッシャーをかけることで、ロシアに危機感を植え付けることができ、場合によってはウクライナから兵を引く可能性もなきにしもあらずとする声もあるんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、ガソリンについてだよ。ガソリンといえば一時期すごく高騰して、レギュラーでもリッター200円にまで上がったよな。そうだね。そんなガソリンだけど、軽油を混合したらいけないのはわかるよね。当たり前だろそんなこと。では、ハイオクとレギュラーを混合したらどうなると思う？そもそもその二つの違いってなんだろう。ちょっと高級なレギュラーみたいなイメージがあったんだけど。そこを踏まえて解説していくよ。まずレギュラーとハイオクの違いなんだけど、簡単に言うとレギュラーがノーマルガソリンと呼ばれていて、ハイオクが高オクタン化ガソリンと言われているんだ。このオクタン化とはガソリンの発火のしやすさを指すんだけど、レギュラーイコール比較的着火しやすい。ハイオクイコール比較的着火しづらいという風になるんだ。だから、ハイオクを使うことによって、エンジンの異常燃焼やノッキングを防ぐことができるんだ。そうだったんだ。だから高かったんだね。それなら古豪しても大丈夫なんじゃないか？大丈夫なんだけど、ハイオク車にレギュラーを入れてしまった場合、ハイオクで走行することを前提に設計してあるため、すごく性能が落ちてしまうんだ。ならレギュラー車ハイオクを入れると性能がアップしそうだね。いい質問だね。多少は変わるかもしれないが、レギュラーガソリンを入れるのを前提に設計してあるため、あまり効果は期待できないよ。そうなんだ。なら結局ちゃんとその車に合ったガソリンを入れるのが一番なんだね。そういうことだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略において、ロシア軍が占領もの戦車をウクライナ軍の攻撃によって破壊されたみたいだね。アメリカ国防総省の関係者が明らかにした内容だな。アメリカのメディアである CNN ニュースが5月27日に報じているぜ。今回の戦いでロシア軍は多大な被害を受けているよね。多くの兵器を失っているし、再編にはすごく時間がかかるんだってね。戦略のずさんさが招いた結果とも言えるから、自業自得な部分は否めないな。そうだね。さて今回は、冒頭で紹介した通り、ロシア軍がウクライナで占領の戦車を喪失したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。記事の中では、侵略開始の2月24日以来、
ここまでのロシア軍の損害について触れ、戦車が約1000両、自走式榴弾砲などの野砲が350門以上、爆撃機30から40機程度とヘリコプター50機以上と国防総省関係者が示した内容を伝え、その上でロシア軍はこれほどの損失を出したものの、全体としてはまだ余裕を残していると分析していることを語ったとしているよ。さらに、ロシア軍もウクライナ軍の双方が、多くの兵器と人員を戦闘に投入しており、双方が大きな損失を被っているとした上で、ロシア軍は多大な損害を出しながらも、未だに兵力、兵器、装備などの点でウクライナ侵略に注入可能な資産を多く保有しており、ウクライナ軍に対して優位に立っていることに変わりはなく、アメリカや西側諸国はそのことに留意しておかなければならないと述べたと結んでいるんだ。ロシア軍、ウクライナ軍双方の被害については、双方からのプロパガンダ的な発信や西側メディアによる様々な憶測が飛び交っていて、正確な実数の把握はできていないが、ロシア軍兵士の人的損害はすでに2万人を超えているというのが西側メディアの大方の見方となっているぜ。この数字は、過去にロシア軍が質介入して失敗したアフガニスタン紛争での戦死者数1よろず5000人を、わずか3ヶ月で大きく上回ったことになり、ウクライナでの戦闘はさらに長引くとの見方が出ていることから、プーチン大統領が撤退を決断しなければ、さらに戦死者数は膨れ上がるだろうな。そうだね。さて、ロシア陸軍地上軍の正規兵力は2020年時点で約28万人とされているんだけど、今回のウクライナ侵略にはその 65% に当たる18万人以上を投入したとされ、イギリス国防省の分析ではそのうちの 30% 以上となる5万人以上が戦死もしくは負傷のために戦闘不能になったとされているよ。戦術論などでは、部隊が戦闘を継続することができる目安として損耗率が挙げられているんだけど、これには様々な定義があり、部隊が置かれた状況や戦意など計算できない部分もあるため一概に語ることができないんだけど、一般的には部隊を構成する人員 10% が損耗戦闘不能の状態となることで戦闘行動に支障が出始め、これが 15% になると部隊の交代や人員の補充、あるいは再編成が必要となり、損耗率が 20% を超えたらほぼ戦闘不能状態、さらに損耗率 30% 超えとなった部隊は戦闘不能状態とされ、50% 超えで全滅と判定されるというんだ。ロシア軍は3月中旬以降、首都キエフ周辺に展開して包囲していた部隊を撤退させた際の侵略軍全体の損耗率は、アメリカのメディアなどが発表した数字で 20% 以上とされていたんだけど、特にウクライナ軍から激しい抵抗を受けていたキエフ周辺の部隊の損耗率はさらに高かったものとみられ、キエフ攻略を諦めざるを得なかったのは当然との見方があるよ。現在東部のドンバス地方で攻勢を強めているロシア軍部隊は、キエフ包囲から撤退した部隊が再編されて投入されていると見られるんだけど、この攻勢でドンバス地方のルハンスク州、ドネツク州の完全制圧ができなかった場合、再度それを試みるための予備兵力の投入が必要となるだろうね。その状況下でプーチン政権は、志願兵の年齢制限を撤廃することへの手続きを進め、18から40歳のロシア人と18から30歳の外国人が志願兵として契約できるとしている現行法の上限年齢をなくす改正法案を議会に提出し、5月25日にロシア議会の上院、下院両院において賛成多数で可決され、この先、法案はプーチン大統領の署名をもって成立する見込みとなっているんだ。この改正法案を提出したロシア国会議員らが語るところによると、高精密兵器の使用や武器や軍備品の運用には、高度な専門家が必要であるとした上で、それらを扱う兵士が熟練の域に達するのは40歳を超えてからであるために年齢制限撤廃の必要性を訴えたとしているんだって。そして、年齢制限をなくすことで、工兵や医療、通信分野などの専門分野に対応できる人材を集めることが可能となると説明しているんだけど、西側のメディアではこれについて、ウクライナでの人員損失が予想を大きく超えたことへの対応策であるとしており、老人をも戦線に借り出して兵員不足を補う目的があると見ているよ。なりふり構わずウクライナを攻めるつもりなんだね。敗北はプライドが許さないのかな？また、戦車の損失についても影響が出始めていて、侵略開始前にロシア陸軍が運用していた戦車は約2800両とされ、保管状態にある旧式戦車を含めれば約1万3000両を保有していると見られているよ。ウクライナにどれほどの数の戦車が投入されているかは不明なんだけど、現在のところウクライナで運用が確認されている戦車の種類は、T72、T80、T80U、T90、T14 などとなっていて、その中で数が多いのは T72 で数千両が保管されているものの、稼働状態にあるものはさほど多くないと見られているんだ。
そしてここに来て、ロシア軍が旧式の T62 戦車を投入する動きが見られるとして、ウクライナ国防省が5月25日に貨物列車に積まれてウクライナ方面に輸送されるとする画像を SNS に投稿したことが話題となっているよ。今回の侵略で破壊された専用の戦車のうち 70% が T72 とされていることから、ウクライナ国防省では保存車両も含めて稼働可能な T72 を配備し尽くしたのではないかと見ており、CNN ニュースの記事にあったロシア軍戦車専用を破壊という数字の信憑性が高まっているね。ちなみに T62 戦車は1962年から旧ソ連地上軍の主力戦車として配備が始まり、現在のロシア地上軍においても現役として後方部隊などに配備されているぜ。実用化当初の前期型の手法は、前級の T55 と同じ 100mm ライフル砲 D54TS で、これには発砲した後に空薬莢を砲塔を上面ハッチから自動に排出する機構が備えられ、その後、1962年以降の後期型から55口径 115mm 滑空砲 U5TS に A20 に換装され、当時の世界の主力戦車の中で初めてであり、アメリカの主力戦車 M60 の 105mm ライフル砲よりも強力とされていたな。T62 は、1962年から1975年かけて約2万2000両が生産され、T72 の約2万5000両に次ぐベストセラー戦車となり、北朝鮮など第三国でのライセンス生産は1989年まで続けられていて、現在でも北朝鮮、中東諸国、中央アジアなどの旧ソ連加盟国などでは現役の主力戦車として運用され、ロシアにおいてもソ連時代の1980年代に近代化改修が行われた T62M、T62MV が現役として運用されており、今回ウクライナ国防省の SNS に掲載された画像の T62 はこれらであろうと見られているよ。また、若い戦車兵が旧式戦車である T62 を操縦するにはそれなりの訓練が必要となり、直ちに戦力として運用できるかを疑問視する声もあるんだよね。しかし、プーチン政権では志願兵の年齢制限の撤廃を決定したことを先に述べた通り、T62 に登場していた元戦車兵の高齢者を再び兵役につけることが可能となっており、若い兵士に訓練を実施せずとも T62 の即時運用が可能であると見られるよ。しかしながら近代化改修されたとはいえ、主砲の発射速度が低く、エンジンは非力で速度を出せず、主砲への自動装填装置がないなどの問題を抱えており、仮に前線に配備されたとしてもウクライナ軍の T72 や T80 に簡単に撃破される可能性が高いぜ。そのため、大方の予測においてロシア軍は T62 を東部ドンバス地方の新ロシア派武装勢力の防衛用とするほか、これまで占領した都市などを警備している後方治安部隊に配備して、それら後方部隊が保有している T72 や T80 を前線部隊に回すのではないかと見られているんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、エベレストについてだよ。エベレストといえば世界で一番高い山だよな。エベレストを登頂する人たちは本当に尊敬を覚えるよ。まず、そのエベレストについて紹介するね。エベレストとは、海抜8848メートル、世界で一番高い山のことだよ。海抜って何なの？海抜はね、平均海水面からの高さのことだよ。なるほどね。それにしてもエベレストって本当大きいよね。ちなみに、なんでエベレストって名前なの？今から言おうとしたんだけど、まあ解説していくよ。ちなみに名前の由来は何だと思う？ん？僕にはわからないや。ちなみに俺に聞いても無駄だぜ。すかしてる割にわかんねえのかよ。おい、なんか心の中で言っただろ。わかってんだからな。さあ気を取り直して説明していくよ。無視かよ。エベレストは実は人の名前から来ているらしいんだ。19世紀イギリスの統治下にあったインドの測量局が初めてエベレストを測った時に、それを記念して、前測量局長官だった、ジョージ・エベレストの名前から取って命名したらしいよ。へえ、すごいね。僕も山の名前になりたいよ。また始まったよ、無理なんだい。ちなみに、エベレストは中国とネパールの国境にまたがっており、中国ではチョモランマ、ネパールではサガルマータと言われてるらしいぜ。よく知ってるね。まあな、それじゃ今日の動画は終わりだよ。ロシア&中国と西側諸国の令和の冷戦がウクライナで熱戦になってしまったことで、今までの軍事バランスが大きく揺れ動く出来事が世界中で頻繁に起こっているよね。どこの国も明日は我が身っていうのを意識して、備えているんだろうね。次に有事が起こるのは台湾とまことしやかに囁かれている今、中国とアメリカは軍事的な圧力をお互いにかけ続けている状況だぜ。うんうん。今回、アメリカが繰り出した次の手が、アメリカ空軍の B-52 戦略爆撃機をグアム基地へ配置転換したとのことだよ。
朝鮮半島の情勢睨んでか、アメリカ本土から太平洋へ戦略爆撃機を配備したのではないかと言われているが、本当に北朝鮮だけを視野に入れての配備なのかと、裏を探ってみたくなる軍事関係者は多いのかもしれないな。そうだね。さて今回は、アメリカの戦略爆撃機配備とその真の目的、ターゲットとされているはずの中国の動きについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回のことの発端は、アメリカ空軍が誇る長距離戦略爆撃機 B-52 がグアム基地へ4機配備されたことだよ。2022年2月15日にアメリカ太平洋空軍司令部が明らかにしたところによると、アメリカ本土のルイジアナ州バークスデール空軍基地所属の B-52H ストラトフォートレス4機が約220名の整備要員などとともに、グアム島のアンダーセン空軍基地に移動し、2月9日までに配備を完了したんだって。そもそも、なぜアメリカ空軍はこのようなタイミングで戦略爆撃機のグアム基地配備を行ったのかな？きっかけの一つとして、1月30日に北朝鮮がグアムを、射程内に収める中距離弾道ミサイル IRBM の発射実験を行ったことにあると思われるよ。誰が見ても、グアムは沖縄に続いて太平洋の軍事的拠点であり、中国から見れば太平洋の覇権を確立するためには目の上のタンコブのような存在だからな。北朝鮮がなぜグアムを標的にしているの？自国の防衛のためであることはもちろんだが、親愛なる兄である中国のご機嫌を伺うことや、共通の敵であるアメリカに対して共同歩調を取っていることをアピールする意味もあるのではないかと思われるぜ。また、2月16日が北朝鮮の故キム・ジョンイル総書記生誕80周年であったこともあり、このままこっちが黙ってると思うなよとばかりに、北朝鮮を牽制し警告を与えたものとする見方も出ているね。北朝鮮では、ゆえキム・ジョンイル生誕80周年を迎える日の前後に、軍事パレードやミサイル発射実験など、アメリカに対する対抗意識をアピールする意味で様々な軍事的行動を取るんだけど、それに対抗するべく、生誕記念日の辻日にアメリカは信号情報収集機 RC-135V リベットジョイントを、平壌付近に飛行させて電子信号情報の収集に当たらせたってわけ。まあ、そんなことをしたら北朝鮮はビビるだろうし、何より中国だって面白くないだろうな。中国の次の一手については、後ほど触れるんだけど、アメリカの言い分からすれば先に仕掛けたのは中国だと言うと思うよ。お互いに相手が先に仕掛けたというのは、もう軍事大国同士では日常茶飯事だよね。素人が考えたら、そんなに中国を驚かせたいなら、とっくの昔に戦略爆撃機を配備していればよかったのに、という声もあるはずだけど。実際、グアム島のアンダーセン空軍基地には2004年以降は B-52 や B-1 ランサーや、B-2 スピリットが交代で配備されていたんだが、中国の中距離弾道ミサイルの開発が進んだためにグアムが射程圏内となり、標的となる可能性が高くなってきたため、配備を取りやめた実例があるんだよね。この時アメリカ空軍関係者は平時はアメリカ本土に常駐させ、有事に必要に応じて海外に派遣すると述べ、2020年4月に最後の動きがアメリカ中西部のノースダコタ州にあるマイノット空軍基地に移動したんだ。このことだけを見れば、中国がアメリカは逃げ出したと思っても仕方がないかもな。まあ、アメリカだって無意味に損害を重ねることはしたくないし、戦略爆撃機の存在がグアム基地の存亡、あるいは太平洋における軍事衝突リスクを高めるのであれば、一歩引く判断であっても仕方がなかったのかもしれないが。そうだね。そのため、今回の B-52 配備はおよそ2年ぶりとなるんだけど、今回飛来した B-52H が所属していたとされるバークスデール空軍基地には、アメリカ空軍の核戦力を統括している地球規模攻撃軍団の司令部があったことから、今回グアム基地に配備された4機の B-52H は核攻撃用機が配備されたと見られているよ。さらに、B-52 の配備完了から間髪入れず、2月15日にグアム島のアプラ港に海軍のオハイオ級戦略ミサイル搭載型原子力潜水艦ネバダが入港しているんだ。原潜も戦略爆撃機も、いつでも攻撃態勢に入ることができるって中国にしっかりアピールしたことになるね。とは言っても、今回配備されたボーイング B-52 ストラトフォートレスの収益はなんと1955年で今の時点で、すでに70年近くが経過している古参機であることは間違いないんだ。でも、2022年の現代に至るまで、数々の改修をされながらアメリカ空軍の戦略爆撃戦力の主力を担っている状況で、今後も必要に応じて改修が行われた上で、2045年まで運用される予定となっているよ。1955年といえば、朝鮮戦争の休戦直後であり、その後1970年代のベトナム戦争を迎える頃になるんだけど、両方の戦争を目の当たりにしてきた機体が、まさか令和の世の中でも最新鋭装備を乗せて現役で使われていることに、驚いてしまうよね。
ちなみに、2022年現在で運用されている B52 が最終型の B52H であり、現在75機が運用されているんだが、アメリカ空軍ではエンジンの換装などの改修を予定しており、現在8発搭載している TF-33 エンジンを、高出力のロールスロイス製の RB211-535E4 エンジン4発に換装するなど、さらに航続距離を延長したり、爆弾等の積載量を増加させる改良が行われるとされているぜ。航続距離がさらに延長されるとなれば、中国の奥地や北朝鮮の全土のみならず、ロシア極東方面にも十分攻撃を仕掛ける能力を有することになるからな。B52 は、晩年においてもこれらの軍事強国に対して牽制を行うための重要な兵器となっているぜ。そうだね。ところで、アメリカの爆撃機といえばステルスでおなじみの F-117 ナイトホークが思い浮かぶけど、グアム基地に展開されたのは老体に鞭を打って頑張っている B52 だったんだ。アメリカだって、B52 の老朽化を決して看過していたわけではなく、1970年代後半には、老朽化が進む B52 の後継機種として可変翼超音速戦略爆撃機 B1A の開発が進められていたんだけど、戦略ミサイルや巡航ミサイルの発達によって戦略爆撃機の有用性が疑われるようになったことや、B1A の生産と管理時に多額の経費が必要となることなどによって、1977年に当時のカーター政権は B1A の導入を中止した上で、ステルス爆撃機 B2 の開発へと方針を転換したよ。ところが、1981年にレーガン政権が強いアメリカ政策を打ち出すと、B1A が長距離戦闘航空機 LRCA-B1B として再開発されることになり、いよいよ B52 が退役する時が来たかと思われたんだ。その後、B1B には要求性能が大きく変更されたことによる設計や製造の遅れが生じ、結局最高速度などの低下が見られたものの、B1B ランサーとして生産配備がなされたんだけど、その製造機数は62機にとどまり、B52 の後継機種となるには至らなかったみたい。同様に、ステルス戦略爆撃機として開発が進められていた B2 スピリットは1997年4月に正式採用されて以来、尾翼がなく A のような斬新的なデザインで注目を集めるとともに、高度なステルス性を発揮して各国を震撼とさせたんだけど、費用がネックとなって思うように配備が進まなかったみたい。B2 スピリットは、1機の生産に20億ドル約3億円もの巨額な費用がかかるとされており、収益後もステルス性を維持するための機体コーティングサイト層など、維持費が高額なことから、最終的に21機の生産にとどまってしまい、これまた B52 の後継機とはなり得なかったってわけ。おまけに、21機のうち1機は墜落事故で喪失した結果、2022年現在で20機が運用されているのみとなってしまい、ここから4機をグアム基地に割いて配備する、というような状況ではなくなったんだ。せっかく次世代の機体が生まれつつあったものの、思うように配備が進まない状況を見て、アメリカは次の策を講じたんだね。そういうこと。2020年代後半から、B1 と B2 の退役を進めながら、エンジン換装などの改修によって寿命を伸ばした75機の B52 を運用継続し、2025年に運用を開始する予定で開発が進められている B21 を100機調達することにしたんだ。B21 はノースロップグラマンが開発を進めているステルス性の高い全翼機で、外観は B2 に似ているんだけど、性能などの詳細はまだ不明とされており、中国やロシアのみならず、世界各国が注目している第5世代の機種とされているよ。B21 が特に効果を発揮すると言われているのが、最新鋭のステルス性能で、現在、中国が開発を進めているとされる、ステルス機の探知に優れた VHF、UHF 帯の電波を用いたレーダーで発見されにくいとされているほか、無人での飛行が可能になっているのではないかと言われているんだ。ここまでの状況を見て、中国はどのような対抗策を講じてくるのかが気になるよね。中国はアメリカの覇権に対抗するため、太平洋への進出を公言してはばかりませんし、そのための方策として空母遼寧などの空母の導入を進めているみたい。2022年5月22日には、空母遼寧などを含む中国海軍の艦隊が沖縄本島と宮古島の間を北上し、太平洋から東シナ海へ入ったよ。この時は、事前に太平洋の公海上で演習を行っており、その帰路に日本近海を通過して中国に戻る G 行動を行ったものとみられるんだ。海上自衛隊などが演習の様子を観察したところ、遼寧が演習期間中に艦載機の発着艦を300回以上実施したのを確認したほか、演習を実施した海域も日本の南西諸島や台湾により近い場所だったことから、防衛省は中国が遠洋での空母運用能力を高めていることは事実として、警戒を強めているね。そもそも、
中国がなぜ空母を保持したかといえば、太平洋を我が物顔で支配するアメリカの覇権主義を打ち倒し、自分たちの覇権を確立したかったからだな。でも、アメリカが今回戦略爆撃機を再びグアム基地に配備したことで、中国の戦略は大きな見直しを迫られるよね。どう考えても、戦略爆撃機の方が空母艦載機よりリーチが長いから、先制攻撃を仕掛けられても手も足も出ないよ。ましてや、将来的にはステルス機が登場するとなれば、中国はアメリカの見えない影に怯え続けなくてはならないな。その標的は、空母だけではなく自国のミサイル基地などにも向けられるわけで、この時点で、空母などすでに無用の長物となってしまう可能性だってゼロではないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。